こんばんは。こんばんは。原田正和です。撮影、大ちゃんです。とうとう来たな。来ましたね。今、タイのバンコクにいます。はい。で、ここは、グレイシープゲストハウス。でしたかね。うん、はい。な、にいますけど、いい宿やな。いいお宿です。な、なんか、はい、アットホームやし。はい。バナナ食べ放題ですよ。おコーヒーとかも全部な。はい。自由に飲めて。はい。綺麗やしもんね。そうですね。なあ。はい、よかったです、うん。今日は結構かかりましたね、ここまで来るのに。いやまず一発目、はい、失敗したな。な、一発目どれでしたっけ？カバンな。カバンね。カバン。あれ気ぃつけなあかんね、ほんまな。LCC で安い飛行機で行ってんやけど。はい。カバンの大きさ、重さがオーバーしてしまって、はい、うん、せっかく安いチケットで行ってるのに、はい、行きと帰り往復で3万ちょっとやったな、3万3000ぐらい。え、そんなかかりましたっけ？あ、そのチケットのチケットのお金な、はい、うん、チケットまで3万3000、はい、で、荷物代が往復1万5000円になりましたそうですね。ほんまこれゼロに抑えなかったよな。はい、そうです。ちょっと無知もあって、はい、ちょっと失敗したということで、はい、なんか事前にちゃんと予約してると、うん、まあ、15キロ超えてても5000円ぐらいで、はい、でもほんまにカツカツで行ったら多分行けたんやろな。あ、荷物をもっと減らしてね。減らしてたらな。そうですね。まあ、次からちょっと考えよう。はい、な、そして、はい、第2のハプニングがありました。第2はどれでしたっけ？俺の、はいはい、iPhoneあ、SIM ロック解除ができてなかったと。あれ、なん、いや、謎で、うん、まあ、正確にはやったはずなのにですよね。やったはずなのにできひんかった。ただ大ちゃんの iPad はできてるから。そうなんですよ、うん、え、とりあえずもう一回明日、はい、試してみて、でそれがどうしてもあかんかったら次は俺の iPad も、うんうん、iPad で SIM をやってみると、やってみるということで。そうですね、僕も自分の、まあ、できてへんやろなとか思ってたら、まあまあなんかできてたな、うまいこと。俺らできてるもんやと思い込んでたわ。それができてなんかショック、しゃあない、そらな、引っかかりましたね。いやー、まあまあまあ、あと僕のね、荷物がどっか行くっていうのもありましたけど流れてこないっていう流れてこない荷物の受け取りのあのレールにね、レールにな、はい、でなぜかどっか端っこの方に置いてあったのそう、ポーンとほっぽり出しちゃったっていう、そう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 、っていう、まあ、プチなやつもありますけども。だけど、うん、まあ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 、なんとかここまでたどり着けたし、はい、そうですね、うん、ご飯も美味しかったやん。美味しかったですなあ、はい、焼き飯と、あの、全然動画撮れてへんけど、はいはい、うん、ちょっとね、あの、余裕がね、余裕がないちょっと余裕がね、なかったですねほんまはもっと撮っててもいいんですけど、いいんやけど、もう移動するんで結構手一杯でしたね。いや、もう大変やだな。はい、うん、それしゃあないな。そうです、うん、まあなんとか。ちなみに大ちゃん、どうやな、これ今着てみて、はい、どんな感想だ。あのね、うん、あの空港で、うん、あのパスポートを見せた時とか、うん、すごいなんかぶっきらぼうじゃないですか。ぶっきらぼう、あの人は特にぶっきらぼうやったね。あの、みんなもうパスポートとかチケットとかポーンって投げてくるし、投げてくる、全然笑わへんし。僕、微笑みの国って聞いてたんですけどね。俺の方は微笑いてくれたわえ、嘘、おお、あ、そうなんすか。うん、人によんねん。え、なんす、僕がダメみたいな。あの、イミグレーションはな、はい、愛想振りまくとこじゃないねん。まあそうですね、うん、ちょっとこう、厳しめにいかなあかんから。はいはいはい、まあ、それはしゃあないんだけどな。他の、こ、宿の人とかもな。あ、そう、宿の人とかはすごいな。お菓子までくれてな。お菓子もくれましたし、そうですね、なんかいろいろもらいましたけど。いろいろ、うん、はい、食べ物、一番は笑顔をもらったな。そうですね旅って本当にいいもんですねいやいや、でもよかったです、よかったです無事にね、無事に1日目とりあえず来れましたよ。はい、はい、まあ、こんなもんやな。まあ、明日はまたいろいろ行くし。そうです、いろ、うん、んな場所行ってね、うん、楽しみましょう。はい、はい、でチケットも取れたしね、試合前に無事に ね、まあ、そのチケットはまたそれはそれなんかね、どうなるか分かりませんけど、どうなるか分からないけど、まあまあ、はい、ということで、とりあえず1日目無事に終わりました。終わりましたと
旅って本当にいいもんですね。はい、そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではまた。はい。